歩だけ信じてみよう、自分のこと。あと一回だけ信じてみて、自分のことを。自分を諦めないでほしい。あと一回だけ。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスター、おかっちです。好きな人と好きな場所で好きなことをやって生きていく。それが20代の時の俺の夢。そして、叶った。夢を叶えるために一番役に立った力は何か。たった一つだけ、たった一つだけ言うとしたら、それは、自分を諦めない力。それがなかったら、今の俺はない。25歳の時にアメリカの大学院に留学したいって思った。そして決めたんだよ。絶対に行くって。行くためには、アメリカに行くためには、英語の力が必要。そして1500万円、お金も必要。その時の僕、お金ない、55万円、60万円の時計買ったばっかり。そして英語力はゼロです。高校3年生から7年間、全然英語を勉強してません。はい。おかっちにとっては、とっても高い目標でした。まあ、とりあえずやってみたよ。2年間、英語勉強しました。でもね、全然英語のスコアが上がっていかへんねん。外国人何言ってるかわからへん。自分が言いたいことを英語で伝えることできへん。もうこれ無理なんちゃうかって。で、もともと英語得意じゃなかったし、嫌いやったし、で、ずっとやってなかったやろ？で、お金も全然溜まってこうへん。この先ずっとやってたとしても、英語力上がらへんし、アメリカの大学院には合格できへんのちゃうって思ったんよ。なあ、それやったら、もうそんな夢を諦めて、今のこの会社で働く。そして一生懸命頑張ったら、そっちの方がいいんちゃうかって思ったんよ。でもな、頭の、どこかに諦めたくないって、やればできるって、もう少しだけやってみよう、もうちょっとだけやってみようっていう声はあったんよ。消えることはなかったんよ。だ、その声があったから頑張れた。めちゃめちゃしんどかったよ。だって毎日毎日仕事であれやりなさい、これやりなさいっていう英語のノルマがあるわけやろ。そのノルマをこなしながら毎日3時間英語の勉強をする。それ5年間続けたよ。で、その結果、なんとかアメリカの大学院に合格することができました。それは嬉しかったよ。めちゃめちゃ頑張ったもん。頑張った成果が出た。努力の成果が出た。やったーって嬉しかったよ。でもな、人生そんな簡単じゃないね。上司に言われた。お前は絶対に失敗する。お前がやろうとしてること、もうすでに大きな企業とかいろんな会社がやってるやん。今更やってももう遅いねん。な、俺しかも今まで会社で働いてて辞めて起業して、それからいろんなことやった人見てきた。でもね、みんな失敗してんねん。またみんなこの会社に戻ってきてんねんよ。だからお前も絶対失敗する。せっかくこの会社でチャンスをつかんだんやから、ここで一緒に頑張ろうぜ。先輩にも言われた。お前はな、自己中やねん。お前は会社を辞めたらお前の仕事は誰がすんねん。俺らがしなあかんねん。俺らの仕事が増えんねん。そうやって相手のこととか考える、そういう力がなかったら、どこに行ってもうまくいかへんぞって。もう家族にも言われたよ。何言ってるの大ちゃんって。今まで頑張ってきたやん。いい中学行って、いい大学行って、いい会社に働いて、そして認められてきたやん。なんでそれを捨てるのって。お母さん悲しいわって。ここまで頑張ってきたやん。辛いからと言って、それすぐ逃げてたら、人生うまくいかへんよって。思い出すわ。上司にもさ、同僚にもさ、家族にも言われたよ。俺の周りみんな、誰も味方いない状態。そうなるとな、ほんまにやめといた方がいいんかなって気持ちが大きくなってくんねん。これ、
だってみんな僕のためを思って意地悪で言ってないね。ちゃんと俺の幸せを願ってちゃんと心から思ってることを伝えてくれてんねん。だから無視することはできへんねん。やったことないやん。会社を辞める、やったことありません。アメリカに行く、やったことない。会社を建てる、起業する、やったことないねん。だから成功するかどうかわからへんねん。それやったら今のこの会社で今まで積み上げてきた、その積み上げてきた実績でこれからも頑張ってった方がいいんじゃないかと。そっちの方が安定してるし、そっちの方が幸せなんじゃないかって。せっかく貯めた1500万、もっと違う使い道があるんじゃないか、そういう風な気持ちが出てきたよ。だって不安やん、分からへんもん、やったことないことやから。でもね、そんなモヤモヤしてる時にでも絶対かすかに、かすかやで、ね、ちっちゃい声やけど、諦めたくないって、自分を諦めへんぞって、見捨てへんぞって、やればできるぞって、やりたいんやろって、今ここでやらんかったらどうなんねん、ずっと諦めの人生やんけって。自分らしく生きる、そのための大事なチャンスやんけ。チャンスをつかんだのにここで手放すってどういうことやねんって。ちっちゃい声やったよ。ちっちゃい声やったけど、そいつだけは絶対消えへんかったんよ。でそれがな、どんどん大きくなって、やればできる、自分らしくやりたいことを実現する、そんな人生を歩みたい。ちょっとずつ大きくなって、その声は消えることができへんかって。だから決めれたよ。会社を辞めるって、アメリカに行くって、起業するって決めることができたんよ。そう。で、そんな気持ちを持って、この決意をちゃんと上司、仲間、同僚、そして家族に伝えたら、ちゃんと理解してくれたよ。そして最後は応援してくれた。そして、なんとかアメリカの大学院を無事卒業することができて、和歌山で自分の夢を実現することができました。今やから思う、本当に辛いこと、苦しいこといっぱいあるよ。何があるかわからない。だって人間やん、人生ってそういうもんやん。この先いろんな壁、いろんなトラブルがやってくるよ。それやし、いろんな人からいろんなことを言われます。自分が味方やと思う人、思ってた人、家族、旦那さん、友達かもしれへん。そうなると、もうやめとこうかなとか、やめといた方がいい、新しいことやめとこう、このままでいいやって、自分なんて無理なんや、やめとこう、そんな気持ちが湧いてくんねん。湧いてくるんやけれども、諦めんといてほしいんよ。自分を見捨てんといてほしいんよ。自分がやりたいって気持ちを殺さんといてほしいんよ。最後までその気持ちを殺さずに行動してほしいっていうふうに思ってんねん。もしかしたらうまくいかへんかもしれへん、結果が出えへんかもしれへん、夢は実現せえへんかもしれへん、思い通りにいかへん、それが人生や。でもな、自分を諦めずに、自分を見捨てずに最後までやり抜いたっていうその事実は絶対に消えへんねん。その事実は自分の力になんねん。これから先どんなことがあっても乗り越える力になるねん。それをアメリカの大学院に挑戦するっていうことで、俺は分かった。だからあなたに伝えたい。自分の声を聞こう。その耳を閉じてもいいから自分の声を聞く。自分のやりたいっていうその本音の声を聞こうよ。いろんな人からいろんなこと言われるし、嫌われたくない、失敗が怖い、居場所がなくなるなんて嫌やって、いろんな気持ちが湧いてくるよ。でもな、本当に一番辛いことっていうのは、自分で自分を諦めること、自分で自分を見捨てること、自分という人間を嫌いになることやね。それ以上に辛いことはないね。だから本当に苦しいかもしれへんけど、あと一歩だけ信じてみよう、自分のこと。あと一回だけ信じてみて、自分のことを。自分を諦めないでほしい、あと一回だけ。それがね、ものすごく大事やと思う。それを伝えたくて今俺はマイクを取ってます。自分を諦めないでほしい。俺はあなたを信じてる。はい、ということで、ちゃんと言葉にできたかな、わからへんけど、自分を諦めないっていうその力が今の僕をここまで連れてきたと思う。まだまだいろんな夢ある、まだ達成できてへん目標もあるし、夢もたくさんある。
でも自分を諦めないっていう力を持ってこれからも一歩一歩乗り越えていきたいっていうふうに思ってます。だから皆さんも自分がやりたいこと、自分の本音の声を聞いて自分を諦めないで一緒に行動していきましょう。はい、ということでこのミスターおかっちのチャンネルでは生きる力が湧いてくる、そんな動画を投稿してます。ちょっとでも元気になったとか、ちょっとでもいいなと思った方はいいねボタン、高評価ボタンを押していただいたらめっちゃ嬉しいです。そしてチャンネル登録ボタン押していただいたら飛び跳ねて喜びます。はい、ということで以上です。それでは皆さん、ワンダフルな一日をお過ごしください。さよなら。やれたぞ。